こんばんは、ホエスガイドのカネさんです。夜空に見えている誕生星座や友達の誕生星座について、ギリシャ神話をちょっと紹介できたら素敵だと思いませんかでも、誕生星座は12個もあり、ギリシャ神話には聞き慣れない人名や地名がたくさん出てくるので、覚えるのは大変そうですよね。今晩のお話は、そんなあなたのための動画です。題して、1分で話せる誕生星座。 前編をお届けします今回の動画では誕生星座12個のギリシャ神話をとりあえず起こった出来事に集中させて1分もかけずに話せるようコンパクトにまとめてみました何月何日がどの誕生星座かわからない人このような方は簡単に12誕生星座と誕生日の関係がわかる動画誕生星座その仕組みと覚え方があるのでそちらをぜひご覧ください 今回は前編として押し座、押し座、双子座、カニ座、シシ座、そして乙女座をお話しします。後編と合わせて十二星座のギリシャ神話をバッチリ覚えてしまいましょう。また少し長くなった話はさらに短いあらすじもつけてみました。後で余裕が出てきてからストーリーに肉付け。フルストーリーは。 誕生星座ごとの動画を上げているので興味のある方は是非そちらも見てみてくださいそれでは始めましょうおひつ座ママ母に殺されそうになった2人の子供を救出するためにゼウスが差し向けた黄金の羊ギリシャ中部の王が霧の妖精との間に男女2人の子供を作りましたその後王は離婚して人間の妻と再婚します 新しい妻に子供ができると繊細の子供がいらなくなり妻の悪だくみで生贄ににされそうになりますそれを展開から見ていた霧の妖精はゼウスにお願いして2人の子供を救出するため空飛ぶ黄金の羊を差し向けました無事救出に成功しかし天高く舞い上がる羊の背中で妹はめまいを起こし落ちて死んでしまいました兄は無事に生き残り 黄金の羊の毛皮はゼウスに献上をされ羊は功績を称えられ星座になりました王座フェニキア王の娘に近づくためゼウスが変身した王子まんまと娘を背中に乗せ無人島に連れ去りゼウスは思いを遂げるゼウスは記念に王子の姿を星座にしたフェニキア王の娘エウロペが海岸にいると彼女を見染めたゼウスは 白く美ししいオウシの姿で現れました最初は突然現れた大牛に警戒をしていた彼女ですが次第に優しそうな目をした大牛に近づき戯れるうちにすっかり恐れが切れてついに背中に乗ってしまいましたすると大牛はすごい勢いで走り出し彼女は降りれなくなりましたエウロペを乗せた大牛は海を渡りクレタ島に上陸します そこでゼウスは元の姿に戻り、思いを遂げました。この時のゼウスが変身した王子の姿が星座になりました。双子座ゼウスと人間の間に生まれた双子。戦で兄が亡くなるが、弟はいつまでも二人でいたいとゼウスに言い、ゼウスは二人一緒に天界と人間界を交互に一緒に暮らせるようにした。仲の良い双子の兄弟は、 その後天に上り星座になったスパルタの王の妻レダとゼウスが交わり双子が生まれました兄カストル弟ポルックス兄は人間でしたが弟はゼウスの血を引き不死身でした共に優秀な勇士に育ちましたがある戦いで兄が死んでしまいました悲しむ弟を見てゼウスは天界に来るよう誘いますが 弟は兄を残して一人で行くのは嫌だと断りました。仕方がないので、ゼウスは弟の不死性の半分を兄に分け与え、二人仲良く一日ごとに人間界と天界で暮らせるようにしました。その後二人は天界に上り、双子座になりました。カニ座大親友の大蛇ヒドラが、 ヘラクレスに殺されそうになるのを見て非力なのを知りつつ勇敢に立ち向かい瞬殺された友達思いのカニヘラクレス嫌いのヘラによって星座になった人々を苦しめていた人食い大蛇、ヒドラをヘラクレスが退治に行きました苦戦しますが何とか勝負が決まりそうになった時き、大蛇ヒドラの大親友だったオオガニは友達が殺されそうになっているのを黙って見ていることができず 大男のヘラクレスに比べはるかに小さな体でしたがヘラクレスの足元に近づきハサミで足をみました。それに気づいたヘラクレスは次の瞬間、カニを踏みつぶししして殺しました。この様子を展開から見ていたヘラは小さいのに勇気を持って自分が嫌いなヘラクレスに挑んだカニをたたえて正座にしてあげました。シシ座 ヘラクレスによって退治された人喰い王獅子、退治された後、ヘラクレス嫌いだったヘラによって正座になった。ヘラの策略にかかり、自分の妻と子供を殺してしまったヘラクレスは、罪を贖うため十二の難行をこなすことになりました。その最初がネメアの森に住む人喰い王獅子退治でした。棍棒で叩いても棍棒が砕け散ってしまうほどの強敵でしたが、最後は、 大獅子の首を三日未満締め続けて勝負をつけました。その様子を見ていたヘラクレス嫌いのヘラは、この獅子を哀れに思い、天に上げて正座にしました。乙女座乙女座には二つの説があります。1. 稲の穂を持つ豊穣の神デメテル説娘のペルセポネを冥界のハデスに連れ去られ、なんとか取り戻しましたが、 娘は1年のうち4ヶ月は冥界に戻らなければならなくなりました娘が冥界に行ってしまう間北条の神は塞ぎ込み作物が取れなくなってしまいましたそしてこの期間が冬と呼ばれるようになりました、2. 正義の女神アアストロイア説昔々人々は神々と共に仲良く地上で暮らしていました しかし次第に人々の間で争い事が起こるようになりました。その度に神々が仲裁に入りますが、争いはどんどんひどくなりました。そして神々は次々に人々を見捨てて天に帰っていきました。そんな中、最後まで辛抱強く人々を説いたのが、正義の神アストライアでした。しかしそんな彼女も最後には天に戻っていってしまいました。 今晩のお話はここまでです。引き続き、1分で話せる誕生星座のギリシャ神話後編の動画をお楽しみください。また、各誕生星座の動画があります。そちらでは、ギリシャ神話以外にも、星座の特徴的な星についての解説や、誕生星座由来の星占いも解説していますので、興味を持った方は、ぜひそちらもご覧ください。星空ガイドの かねさんでした。